選手が見事1位ということで、バスケットラップを前回ラウンド5は30秒979の野崎選手がバスケットを叩き出しました。今回ですね、5キロのハンデがあるということなんですけども、このハンデをものともしないタイムを期待しています。さて、準備が整い次第タイムアタックスタートとなります。どこ行けばいいですか？